皆さんおはようございますってこうやってまた朝からどうなってるとうちのお袋が心配するんですよ。お前大丈夫かっつって、大丈夫だ、おはようございます。本日も茨城に最高の天気でございます。こんな輝いちゃってね、外は大雨でございます。大雨注意報です。でもね、こんなにね、僕のねヘアスタイルがねあふろっちゃってますよ。すごいでしょ、俺の頭輝いちゃって。あのね、覚悟が必要なんですよ、幸せになるのには。だからちょっとやそっとのね困難苦難が来ただけでうわーなんてねビビっちゃうと絶対にダメ。ほんと自分の口から出る言葉がね一番先、自分聞いていつも俺言ってるけど、それによって自分を苦しめちゃうわけですよ。だからそういう時こそよし来た。なぜかというと、あのオーリングテストって知ってますか。あのサイコロジーテストって言うんですけど、これあの筋肉の反応を見るわけですよ。ね、自分こうやって掴んで、こっちでオーリング作ってこう離れやすくなってるのっていうのは自分にとって有害だと。で、この苦手な人、だから人間って苦手な人間見ると苦手なことやってたりすると力抜けるんですよ。でも得意なことやってるとね、人間って力出るんですよ。だから学校っていうのはなんだろうな、1と 5と3があったとしたら、ああ一んとこを頑張ってやろうねって言われちゃうんですよ。そうすると余計力抜けるんですよ。ところが5のとこ頑張ろうよって、あなた5すごいよって、あんたここ伸ばしてここ天才になろうって教えないと絶対に力が出るわけないんですよ。だからここね、学校教育からしても間違っているっていうことをご理解ください。自信をつけさせるのが本当のいいリーダーなんですよ。で、学校の先生っていうのはリーダーをやんなきゃなんないんですけど、リーダー論を勉強してない。安倍さんと一緒。だから学校の先生っていうのは、経営学を学ばないとダメですね。はっきり言うと、リーダー論を学ばないと、いい先生になんか絶対になれない。それなぜかというと、リーダーだから。で、そのリーダーっていうのは、みんなに何をやんなきゃいけないかっていうと、夢を持たせるんですよ。夢を持つとみんな、よし!目標を持たせるんですよ。よし!やる気にさせるんですよ。お前らは絶対できる。できないって思わせ、自己責任ですやーなんてね、あんたらできないんじゃなくて、できるような、なんだろう、お手伝いをしてあげて、自信をつけさせてあげるんですよ。それがいいリーダーなんで、ね。で、本当のいいリーダーっていうのは何かあった時に慌てないです。落ち着いてるんですよ。ビビらないです。あと、絶対に怒らないです。部下を絶対に怒らないです。僕も最初の頃は怒ってばっかりいたんです。すごくダメなリーダーでした。でも途中からだん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 変わってきました。店長のことは怒ってばかりいたけど、店長、うちの弟だったんですよ。本当に血が繋がっていなかったけど、本当に弟だと思ってたんで厳しく育てました。だからものすごくいい人間に育ったと思ってます。アディオス。